皆さんお疲れ様です小川泰平の事件考察室本日はですねカンボジアの特殊詐欺グループ19名日本の方にですねあのチャーター機によって強制送還そして逮捕されたメンバーがいるんですがねその中でひときわ目立ったね体のでかいものがいたと思うんですあの暴力団工藤会の、まあ、長谷川組というところのね関係者ではないかと。 まあ、正規なメンバーじゃ組員ではないようなんですけども、まあ、こういったのってねあの使用者責任を問われたりするので、えー、正規な組員にしてない場合もあるんですけどそういったものがねいましたあのかけ子の中のリーダーと言われている名前が、えー、まあ岡本博樹というんですけども、まあ、通称ね「シーバという名前の方が、まあ、皆さんも知ってる方はね分かりやすいかも分かんないんですが今回ねあのインタビューをしていた。 大関慎吾さんがなんとそのねシーバの先輩だということが分かってえちょっとじゃあインタビューしましょうということでね大関さんにと話をすることになりました大関さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,お願い,しますいやびっくりしましたカンボジアでああいう特殊詐欺をやってたっていうのは大関さんもしてたんです全然知らなくて全然知らない本当に僕もびっくりしてあテレビを見てテレビ見てよ、はい、でえっ、ー、と あの岡本容疑者って言われてる時もまだ分かんなかったんですよはい、うん、で、えー、とネットニュースか何かで「シーバ」って言われて、はい、言ってて「はい、おおシーバじゃん!」って言って、はい、僕らあの地元ではもうシ「シーバシーバ」って言われてたんで「はい、おおシーバ」が出てるやべやべっつって,言ってもう大,大,大,大騒ぎですはい190はあるよねあのめちゃめちゃでか昔からそうなんですけど、はい、めちゃめちゃでかくて、はい、めちゃめちゃ巨漢なんですよ 全体が大きいんだあの逮捕されてる時よりももっとでかいですああふだは横が横がはいあえっ大関さんが45彼が岡本容疑者僕七つ下なんですよ38だからねそうですねで彼が実は僕らが21歳の頃21の頃はい彼が中学2年生の頃に僕の地元の中学に転校してきたんですえ彼はもともとどこに 東村山です。あ、じゃ、東京は東京だ、はい。はい、東松山です。ごめんなさい。あ、東松山っては埼玉。埼玉かはい。じゃ<や>、はい、埼玉から、はい、あの、えっ、ー、と、大塚?。大塚に引っ越してきた。引っ越してきた。はい。あ、その時に知り合った。 知り合ったってだって年がそんなに離れてるのに僕らの中学でもやっぱり一際目立ったりこれから悪さしてきますよっていう人間はやっぱり先輩絡みで挨拶とかしなくちゃいけないんですけどもそういう兼ね合いでシーバを紹介されて大関さんが21の時にそうです彼が七つ下だから14歳もう4歳ですね中学生ね中学2年生はい もう頭張ってましてまあ中学2年生でも一番大きいだろうね、はい、中学3年生入れてもねはい、はい、で当時も大きかったでかいし <laughs> なぜかテンパーなんでちょっとパンチっぽくなっちゃうんですよ短髪 <laughs> でもはい、はい、だもう完全にいかついんですよシーバさんって、えー、と日本人日本人ですえなんでシーバっていうんですかえ これシーバってあだ名だと思うじゃないですかあだ名じゃないんですか、はい、その、えー、と引っ越してきた理由が離婚、はい、親の離婚関係でお母さん方がシーバっていうシ、えーナ町のシーに、はい、葉っぱの葉でシーバ、はい、はい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 あっ苗字,字です、うん、あシーバさんはいはいシーバです、はいはい そこからいつ岡本に変わったのかはからないんですけどもともとはシーバだったんであ親の関係で岡本になったのでシーバシーバって言われたんであ私はまあ変な話ですハーフかなと体もでかいし天然パーマあゃそうじゃないんですねシーバっていう名字です字だったんですかかっこいい名字だと思うんですよねかっこいいですねはいシーバっていうもうだからみんなからシーバシーバって言われたんですい はい、あそれが岡本弘樹、えー、容疑者になって捕まってきたから、はい、岡本っていう名前を聞いてもピンとこなかった全くピンとこないですああ<ー>、はい、なるほどでネットニュースが友達とかから送られてきて「シーバーが捕まったシーバーが捕まった」シーバーが捕まっ,たって言わなくて、はいはい、もう大盛り上がりで、はい、その中にまあお金貸してる人間もいっぱいいたからえお金貸してるえそのシーバーじゃなくて、はい、岡本容疑者がお金を借りてたんですか、はいはい えーと岡本容疑者にお金を貸してが借りてたわけね、はい、あの結構いろんな周りから、はい、大関さんも貸してた僕は貸してないんですけど貸してないけど周りのものが、はい、えっちょっと遡らせてもらっていいですかはいシーバっていうのはもともと僕ら21の時知り合ったんですけど、はい、そこから数年してすぐに ヤクザに入ったんですよあ暴力団に入ったんです関東の関東ですはいで敵屋やってましたああなるほどねはいはい僕の先輩のところでえっと古文みたいな形で敵屋をやっててはいそれでそこを辞めてからなんで辞めたかわからないんですけどもその後に池袋でバーを開いてるんですよあ飲食店飲食のね飲食店はい その名前が椎名町の C に、はい、バーで BAR 英語のバーーバーへえーを作ったんですよ、えー、それは本人がえっ、ー、と岡本がオーナーオーナーですオーナーで C バー、はい、っていう店をはい池袋でを作ったあそれはそれですごいねはい、はい、でえっ、ー、とまあ僕らもそれは耳に入って、はい、でえっ、ー、と彼がやってるから飲み行こうよって僕も1回 1> 1回行ったことあるかな、はい、それ以外でも飲んだこともあるんですけども、はい、あのまあ池袋も狭いんで、はい、1> まあ1回ぐらい顔出していこうということでまあ行った思い出がありますただもうそれでも結構前なんでえではその店を開くときには、はい、大関さんなんかには連絡はなかったんですか先輩にはああもちろん連絡あってはい、はい、あの自分池袋でやりますやりますとっていうことで、はい、じゃあ僕らもやっぱりその。 義理があるんで、はい顔出そうよ後輩が後輩に顔出してあげたわけめちゃめちゃいい子なんですよ、はい、もうでかいでかいからこそ、はい、ペコペコされるとギャップでギャップがすごいあるんでじゃあ先輩なんかに対しては非常に礼儀正しかっためちゃめちゃ礼儀正しいですはい、はい まあ本当に体を大きい分目つけられやすかったんでまあそりゃそうだねやっぱり先輩からもいっぱい焼きも食らってますしあ、はいはい、何目立ってんだよってもう存在が目立ってるだけなのに何目立ってんだよって焼きも食らったんで、はいはい、で、えー、とそんなシーバーっていうシーバーをシー、はい、バーがシーバーをやったとはと、い、でその経営難になってったんですよね本人すんごい飲むんで。 本人が飲むんですか本人すごい飲むんですよで,すよで僕らにはすごい丁寧なんですけど、はい、あの聞くところによると同世代、はい、同世代とかその自分より下の人間にはやっぱりもうオラついてるシーバがもう印象的だっていうのはよく聞いてまして、はい、でも僕らは別に被害もこもってないし、はい、あれなんですけどその辺からかなり。 あの100万200万とかじゃなくて、はい、20万30万,30万を複数に20万円30万円を複数,複,数複数に何人ぐらいですかえと僕が知ってる中では10人あそれでも2三百3 0 0万はいくらいでもそれ以上に多分つまんでると思いますはい、はい、で、えー、と結構お金つまんでるんだよねっていう話から、はい、ある時もうシーバがいなくなっちゃったと。 それがどのぐらい前ですかそれがえっ、ー、ともうそれこそ10年前ぐらいとかですかねそれ以来今回、はい、以来ですよ本当にそれから全然こっちの方では見てない、はい、あの消え方が本当に、はい、あにいなくなっちゃったんだよねっていう噂にもあんまりならないぐらい、はい だけどいたら目立つから分かりますよねもう目立ちまくりますよね,ね池袋とか大塚とかその辺でフラフラしてたら「はい、あいたよ」ってなりますよね、はい、そ,れなそれがなかったそういう話ないですないですあじゃあまあだけど一人が20万30万だからそんな真剣にも探さなかったのかな、はい、だと思いますし、はい、かといって彼デカいんで目立つから、はい、東京にもいらないだろうし、はい、っていうことでただまああの 今後,後付けで,、はい、で友達から聞いた話だと、はい、いや関西方面行ってたって聞いてたんだけどなとか、はい、あの九州に行ってたんじゃないかとかなるほど転々としてたってまさかカンボジアだとはあの工藤会の長谷川組っていうのは聞、はいたことありますかあの工藤会さんっていう名前はもう全国的に有名なんですけど、ねはい、そこに彼がいるとか全くいるのは知らなかった知らない知らないであでその後は捕まってからは何か聞きました、はい あの駆動会にいたらしいよとかっていうのはいやそれも聞かないですね聞かないはい<ー>いや,いやもうそれよりもそのえっ、ー、とその前に所属してたはいえっと組織のあ暴力団ね人たちの方が騒いでましたあ、ねはい、あ,あびっくりしたってびっくりしましたあそれはまあ、はい、関東でも敵野を専門にやってるようなあの暴力団ですねそうですねわ、まあ、かりましたまその人たちがめちゃめちゃ驚いてました。 駆動会に行ったたんだみたい,ないやカンボジアで捕まったんだっていは,、ね、はいはいはい、はい、でカンボジアで捕まってその中の一人が工藤、はいまあ、会の長谷川組だっていうのがこうメディアとかで流れてたじゃないですか、はいはい、それを聞いてどうでしたいや彼はそこに属してはないんじゃないかなと僕は思っちゃうんですけどはい、はい、だ関係者分からないですねあ、まあ、正規の組員じゃないみたいですけどねあそうなんですね、はい あの喧嘩強かったんですか。喧嘩強いですよ。強い。強いですよ、まあ。あの体だもんね。あの多分不戦勝で負けますね。あ<ー>はい。僕らもやっぱり目の前に立たれて拳握られたら、はい、やっぱり。 ちょっっとおいおいいてなりますよもうこの来ただけでごめんなさいって感じですか、ね、いやもうあの後輩ですけど後輩だからこそ椎葉はすごい僕らに丁寧に接してくれてはいはいはいあの後輩じゃなくて「ダメやこの野郎」って来られたらさすがにすいませんって謝ります、ね、えお酒飲むとどうなんですか お酒飲んでも僕らの前では優しいんですけど、はいはい、結構池袋でもう泥酔して倒れてるところ目撃されてるんではい、はい、お酒は強いんでたくさん飲むんだけど、まあ、そういうふうなところはある潰れて、はい、その前はめちゃめちゃ主卵だっていうあお酒飲んでこう暴れたりする暴れたりするみたい,でいや暴れたら抑えられないよね抑えられないですよ結局そのシーバーは、はい、あのバーの方ね、はい あの池袋でやってた、はい、それは潰れちゃったんですよもう夜逃げ同然で逃げたっていうふうに聞いてますあその時にお金をこう結構つまんでつまんだ、ね、から借りてた、はい、で消えてどこに行ったか分かんないのが10年ぐらい前で、はいえー、久々に見たらそのテレビだったという、はいはい、だからね口がうまかったみたいですよやっぱりあのバーで売りかけってないじゃないですか、はい、でもなんか売りかけがホステスとかからあるからそれで返すから、はいはい 二十、はい、何日に売りかけが入ってくるから、はい、ホステスとかホストの、はい、でそれがちょっとたまっちゃってみたいな、はい、それだから一時的にお金を借りてる人に、ね、そうですね、はい、一時的に貸してっていうことを僕はなんでシーバーにお金貸したのって言ったらそういうふうに言われて<ー>一時的に貸したらっていうだから多分そのシーバーを辞める1か月以内ぐらいでまとめてドアーッと借りて、はい、飛んじゃったんだと思います じゃあ大関さんからこう見たら、はいはい、彼はかけ子をやってたそうなんですけど、はい、かけ子のリーダー的な存在、はい、やっぱりかけ子ができるぐらい話は上手だったんですか僕らからすると話上手というよりは、はい、めちゃめちゃ可愛がりたい、はい、あ彼を感じでしたねじゃあいいやつなんですよ、ね、いいやつなんですよ<ー>すんごいいいやつでもう僕らからしたらですよ、はい、なんて あのまあ、それこれもまたマジックかもしれないんですけど、はい、ギャップかもしれないですけどもうでっかいめちゃめちゃでかいもうこんなパンチパンを受けたこわもてがペコ,ペコペコしてくれるっていうのは、はい、ちょっと優越感というかなるほどね、はいまあ、ボディーガードじゃないけど、はい、そういう部分で何かあったらちょっと面倒見たいなとかか可愛がりたい、はい、そういうふうになりますよねだから礼儀、まあ、正しいしね、はい、先輩からもつまんじゃってるんであそうなんですかか、ねはい。 じゃあやっぱ上手なんだね上手ですねさっきの話で言うとだって売りかけってバーでお金例えば何かこういう事業があるから、はい、こういうお金を貸してくれとか、はい、そういうんだったら分かりますけど一、はい、バーのオーナーにお金を貸すって結構貸す方もリスクだと思うんですよ、はい、それを貸し,あの貸しちゃう人がいるっていうことはやっぱ口がうまいんじゃないかなとえ大関さんのところには仮には来なかったんですか僕はないです、ね 仮には来ない、はいはい、僕そこまでそんなに仲良くないもし仮に借り,て借りに来て、はいえー「大関さん20万何とかなりませんか?」って言ったら貸しました貸しちゃいますあ貸してた貸しちゃいますねはい <laughs> なるほどね、e <ー>はいいコスもああまあ普段礼儀正しいんだもんね、はい、ちょっとカンボジアの件はさておいて、はい、あのそこだけ切り取ったらいい子ですから しかもあんなでかい図体のやつにちょっと貸してもらえませんかっつってちょっとこっちがごねたらちょっと何か何しゃるか嫌だなと思ってそういうのもありますよ、ね、あのカンボジアで捕まってきて日本にまあ強制送還されてきたじゃないですか、はい、逮捕されて、はい、あれを見てどう思いました最初まあびっくりしたのはそうですけど、はい、いやあのびっくり以外何もないですよ び,びっくりしてでもう地元のライン地元の人たちのラインが大騒ぎなわけですよ、はい、だから関係者はもうあの貸してる人もいたんでいるんですけど、はい、その中の一人に、はい、それが「じゃあお前返してほしいの?」と聞きましたけどはい、はい、まあ全然そういうことじゃないと、はい、なるほど、ね、もう面白い面白いっていうか話題、はい、話題ですよあ<ー>かあの変な感情もないですし、はい、かわいそうっていう申し訳ないすけど感情もないです、ね、はい もうしたことはしたことでで、なんカンボジアでかきこなんかやってたんだとは思いませんでしたいや日本で結局入れなくなってまあそれが今回カンボジアでしたけどこれがインドネシアだろうがフィリピンだろうが全くタイだろうが何も違和感ないですねもうそこはたまたまカンボジアだったっていうはいっていうだけでまああの興味があったのはどこどういうホテルだったのかなとかははいいそういうのは興味ありましたけどはいはい まあ大関さんが知ってる範囲で、はい、この,あの、まあ、シーバね岡本は捕まったことあるんですか、はい、過去に障害とかではあるんじゃないですかあそういうのではある、はい、ある別に刑務所行ったりはしてない、はいあもうはい、してないですけどもう, <coughs> も,うもうサラブレッドのようにやんちゃでしたから中2からもういろんな人間に挨拶してるわけですだって奈落区離れてる僕が知ってるわけですからそうですね、はい、中学生をねはい、はい そんぐららいでしたかこれ、まあ今、捕まってますけど、懲役行くかどうか、ねまたこれから裁判やってということですけども、これで出てきたら、何かしてあげようとかと思いますかうわないですね、ないですか、わたくないですね自分の会社で使ってやろうとか、なんか更生させるのを手伝ってやろうとか、僕の会社、前、就労支援って言って、そういう更生プログラムとか入ってたんですけど、それを持ってもないですね。いいは やっぱりちょっとあの詐欺っていう形になっちゃうとなるほどね、はい、しかも暴力団に入ってんじゃないかと、はい、言われてるような話もあるんででなっちゃうともう無理ですねまあ自分で、まあ、ちゃんと、まあ、一からやり直すしかないと、はい、ただ小川さんあの <laughs> お金を出てきた彼に対してお金を返せっていう人は多分いないと思います、ね、あその周りの人でも、はい、まあ合計で数百万一、はい、人20万30万ってあるけど、はい、それで出てきたから返せよとか、はい、そんなことはないとなるほどね、はい、まあかわいがられていたという、はいまあ、証しというか証拠なんでしょうねだから逆に言うとその カンボジアに行ってたことも驚くし、はい、その特殊詐欺の片棒担いでたか、はいうん、け子なんかやってたっていうのもみんなびっくりしてるわけですよねまあそこまで落ちぶれたかっていう感じはありますか落ちぶれたかよりも「こいつ全国紙に載ってるぜ」みたいな「<ー>すげえな」みたいな「や <laughs> べえよ」みたいなああなるほどそのだからあの元その彼を射程にしてた組の人なんてもう <laughs> はい、はい もうほら見ろお席みたいなおっとやすしーバがみたいな喜んじゃっててえその岡本容疑者まーバーは敵屋やってる時はどんなことやってたんですか焼きそば焼いてたり本当に普通の敵屋です焼きそば焼いたりそういうのは上手にやってた普通にやってましたでかいから目立つよねはい目立つんで敵屋でこうやってかがんでても目立つんではいはいじゃあ結構人気があったりしたんですかそういうお祭りなんかでもまああの 祭り自体ででやってると結構人来ちゃゃうじないすかあれですけど普通の接客をして普通にやってましたよだけどまあ大きいから目立つしねそういうまあ悪いところもあるかも分かんないけどいい点もいい利点もあるよね体が大きいっちいうのはしかも喧嘩が強いし酒飲まなきゃいいやつなんだね酒でやられたと思いますよそういうところは西山と似てるねそっくりですねそっくりですか 確かにキングオブドラッグって言われてますからね酒は怖いですよねなるほどねねまあ私はお酒飲まないんであんまり酒飲みのことはよく分かんないんですけどまあねそうですねお酒飲んで暴れたりとかするんだったら逆に飲まない方がまあいいですよねまあ今日はですね私もびっくりしたんですけど岡本浩喜容疑者カンボジアからね連れて帰られて強制送還された通称シーバ をね、なんと大関慎吾さんが、えー、昔ね付き合い付き合いがあったらいいのかな後輩ですね後輩でね、はい、よく知ってるということで、はい、まあ急遽ねその話を、まあ、していただきました大関さん、はい、ありがとうございました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 ありましたありますまあコメントはもちろんですけどもえ何か事件の情報えご質問ご相談 そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまでご連絡をください、またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものも,も,のもですね、ぜひご連絡いただければと思いますよろししくお願いします。